皆さん、こんにちは。ラジオ番組、ギブギブギブの時間が参りました。私、パーソナリティの伊藤大也と申します。よろしくお願いします。今週もですね、またゲストの方をお呼びさせていただきました。今回はですね、いろいろな方をお呼びしてますけども、ちょっと私のその財務セミナー、社外 CFO、財務コンサルを養成する、塾がありまして、そこの同期の仲間である斉藤さんに今日はお越しいただきました。斉藤さん、ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。斉藤です。ありがとうございます。お願いします。そしたら、斉藤さんの、じゃあ自己紹介を軽く回していただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。はじめまして、斉藤隆と申します。はい、現在私はですね、ちょっとご存知かどうかわかりませんが、栃木県というところに、住んでおります。はい。はい。はい。で、ざっくりなんですけれども、今ですね、コンサルタントと、行政書士という、一応2つのわらじを入って、仕事をさせていただいております。はい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 、ざっくりすぎますかね。いや、全然、これからいろいろ深掘っていきますので、斉藤さんの人柄とか、はい。はい。そうですね。で、斉藤さんは、この笑顔がね、すごくね、素敵で。で、実際ね、体格もね、すごくね、良くてですね。ありがとうございます。ちょっと趣味の話して申し訳ないですけど、関東って一応東京、埼玉があって、その上に群馬、栃木、茨城っていうのがこう横並びなんですね。で、斉藤さん、その真ん中の栃木に、お住まいで事務所もあるんですけど、はい、で、時間あるときはその茨城に海があるんですよ、実は。栃木ってないんですね、海がね。なので、その茨城の海にめがけて、はい、ちょっとその辺のね、ご趣味をちょっと簡単にお話しいただいてもよろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。はい。はい、そうですね。お隣のですね、茨城県まで、はい、なんと、栃木のくせに、サーフィンをやりに行っております。いやいや、全然。はい。もう結構長いんですか？そういえば。はい。いや、でも、はい、どうでしょう。そうでもなくて、はい。始めたのは結構遅かったので、はい、はい。10年ぐらいでしょうか。あー、そうなんですね。はい。割と遅いです。かなり遅いです。あ、そうですね。なんかね、はい、昔からやってるような、ね、はい、感じがね、しますけど。はい、そうですね。ああ、はい、なるほど。はい、ああ。じゃあ、そのサーフィンをやるきっかけってなんかあったんですか？あ、きっかけはですね、もともとですね、なんかやりたいなとは思っておりまして。ああ、そうだったんですね。はい。ただなんかそれ以上こう、強く思うことはなくて、いつかできたらいいかなぐらいで。なるほど。思っていたんですけれども、仕事上、お付き合いさせていただいた方が、たまたまそのサーフィンをやられている方で、ああ、そうですね。はい。で、なおかつ、結構、なんて言うんでしょうかね、こう、面倒見のいいというか、兄貴肌みたいな、感じの方で、サーフィンやりたいなって思ってたんです。っていう話をしたところ、じゃあお前いくら持ってこいと。で、こことここに行って、これとこれを買ってきなさいと。なるほど。いう感じで、なんか、はい、トントン拍子で進んでしまって。ああ、なるほど。はい、もう、格好ないし、道具をもう全部持って。そうですね。はい。もうやんなきゃいけないよと。はい、そうですね。はい。やらなきゃいけない状態になってしまい。で、やっと始めた感じですね。そうだったんですね。はい。でね、この番組は実はね、沖縄の宜野湾っていうところで流れてるんですけども、はい、ね、沖縄とかでもね、こう、ね、遠征された時にはね、もう全然思うぞとね、多分やってる姿が、多分視聴者の方、いつか、あ、斉藤さんが、あ、来てるよとかね、いう場面があるといいなって思うんですけど、実際行かれたことありますか、沖縄に。いや、はい、でも、旅行ではありますけれども、はい、サーフィンの目的では行ったことはないです。ああ、なるほど。じゃあ、いつかは、その沖縄でサーフィンできる場所ってあるって理解で。そうですね。はい。いくつかあると思う。はい。ですよね。はい。じゃあ、いつかは、じゃあ、沖縄でやってる姿が、はい。見えるという形ですね。はい。行きたいと思います。はい。もう肌杖がね、すごくね、私は畑下業で真っ黒ってですけど、斉藤さんはね、海のね、男っていう形で、私は山の男ですけど。海の男の方がかっこいいですからね。いや、そんなことないですよ。っていうね、趣味の話からね、ちょっと入っちゃったんですけども、はい、じゃあ、ちょっとギアを戻して本業の方に話いただこうかと思うんですけども、
先ほどちょっと冒頭でね、この、まあ、財務コンサル、社会支援要請っていう話したんですけども、さっき行政書士って話もあったんですけど、その行政書士さん目指された背景とか、もしは使わなければ、その辺をちょっとお話しいただけたらなと思うんですけども。はい。ですね、皆さんの前でお伝えするような、その、なんていうんですかね、高い意識というか、はいはい、こういうものは全然なくて、まあ、自分で、はいはい、何かやりたいなっていうのをずっと前から思っていて、はい、ああ、なるほど、なるほど。はい。で、たまたまなんですけれども、はい、たまたま私の、はいはい、小中学校の同級生のお父様が、はいはいはい、行政書士をされていて、なるほど、なるほど。はい。で、なぜかその人って、はい、自宅に泊まっている車がですね、高級会社がこう2、3年でコロ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 変わってたんですね。2、3年で、はい、はい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 。この人何やってるんだろう。思いますよね。はい。で、実はなんか行政書士らしいということを、実家の母親から聞きまして。おお、なるほどなるほど。はい。はい、で、何も考えていなかった私は、うん、はいはい、行政書士になれば、はい、会社をこう、コロ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 変えるぐらい儲かるんだと。いうところが、正直なきっかけでございます。はいはい、ああ、でもやっぱそういうの大事ですよね。そう。だ私も、税理士目指したのも、野球選手の申告をしたいからっていうのが、理由なんで、実は。そう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 。そこがきっかけで、まあ、ちょっと嫌な人が入っちゃったんで、ああ、税理士の方に怒られちゃうんですけど、ちょっと、入っちゃったんですけど、そういうのもありますよね、なんかね。はい。はいね、やっぱり目的はね、やっぱりこう、ね、まあ、いい車買いたいとかね、稼ぎたいっていうところからね、あるとはね、思うんですけども。結構じゃあ、あれですか、すぐ受かられた感じなんですか？いや、すぐには受からなくて、はい、うん。はい。で、本当にちょっと本格的に行政書士を目指そうと思って、はい。まあ、会社を辞めたんですね。あ、お勤めを辞められて。はい。はい、辞めてしまったんですね。はい、辞めなきゃよかったのも。ああ、そうですね、はい、当時。なるほど、なるほど。はい。なので、結局ですね、はい、フリーターをしながら、あ、なるほど、なるほど。はい、はい2。2年ほど勉強してやっと、あ、はい、はい。はい、受かった感じです。ああ、ね、2年、素晴らしいですね。いや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 、はい。はい。そのね、ちょっと早稲田さんのこと実は知ってるからあれなんですけど、そのお勤めされてた会社って、例の金融系だったんですか？そうです、おっしゃる通りです。はい。だから結構ね、辛かったって話もね。はい、そうですね。はい。はい。そちらの経験が、この行政書士の試験にもやっぱり、もうそんな辛いのはちょっと勘弁だというのもあり、さっきの高級車乗りたいってもあり、いろんな思いがあって、まあ、頑張って受かれたっていう。そうですね。はい。ね、そんなね、斉藤さん、実はですね、最初がね、あれですね、確か、ココさん。そうです。はい。ですね。そうなんです。そうです。そうなんです。はい、そうなんです。はい。はい。なんで、もう料理もね、こう、もう腕前も素晴らしいものが。ありがとうございます。あったりとか、はい。まあ、今度ね、バーベキューやるんで、もしなんか、来ていただけたらなって思うんですけど。はい、そういうね、まあ、国際やられて、はい、まあ、金融系やられて、で、それで行政組織やられて、はい、で、その行政組織さんの中にもあれですよね、なんかもうポジションがね、決められてやってらっしゃいますよね。あ、はい、はい。そうですね、おかげさまで、はい、最近はずっと運送業。はいはい、の手続きを中心に、はい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 、させていただいてます。あ、運送業といったら今ね、2024年問題っていうのはね、はい、ちょうどドハマりしていると思うんですけど、はい、そうですね、はい。やっぱり大変ですか？大変です。ああ、こうね、多分今ラジオで聞いているドライブの方もね、まあ、ご自身が、まあ、っていうか会社がだとは思うんですけど、はい。本当ね、突然ね、こう、まあ、いろいろね、やっぱ事件とかもね、こう事故とかね、ある中で、まあ、だんだんこうね、規制が厳しくなって、はい、ね、大変だね。はい。はい。はい。じゃあ結構斉藤さんのクライアントさんでも、まあ、だってそういったね、まあ、内容って多分前からやってたということを、まあ、突然こう書き込み来たところあるとは思うんですけど、はい、はい。はい。はい。じゃあ結構大変じゃないですか、そういった対応を取られるのに。はい。そうですね、はい、まあ、本当におっしゃる通りで、うん、そのまあ、いわゆる2024年問題っていうのが、はい、4月の1日からスタートして、はいはいはい、4月の1日時点では、はい、そこまでこうまだ大きなうねりというか、
そこまでにはなってなかったんですけども、はい、まあ、徐々に徐々にやっぱりいろんな影響がどんどん出始めてるような印象です。はい。じゃあ今日ね、ちょっとこのね、あの、ラジオ放映の8月10日ですけど、収録は今4月のまあ下旬なんですけど、はいはい、まあ4ヶ月あって、はい、徐々に徐々にこう来てるって感じですね。はいはいそうですね。あはい。まあ、ちょっと残念な話なんですけれども、会社を畳むと、はい、ああ、なるほど。選択を取らざるを得ないははははという会社も、あの、ちょこちょこ耳にするようになってきたんで、ああ、その体制が整わずにっていうところ。そうですね。かといって、まあ、売るにも売れないというか。ああ、なるほど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 。はい。ああ。そうでしたか、うん。そういう選択をせざるを得ない枕の人もおられたりとか、はいはい、あそうなんですね。うん、あね、そういったね、やっぱりクライアントさんがね、まあ一社でもね、こう少なくなるようなね、体制がね、本当できればね、いいとはね、思うんですけどね。そうですね、はい。まあ、なかなかね、はい、やっぱりこれはだんだん厳しくなっていく中で、まあその中でも、なんとかね、やっていかなきゃいけないっていうところで、はい、結構経営のこう本陣に対してのアドバイスとかもすることって多かったじゃないですか、そういう意味では。そうですね。はい、なので、おかげさまで、うん、まあ、こう、今まで、うん、なんて言うでしょう、まあ、顧問という立場で、お、はい。お話しさせていただくことが結構多かったんですけれども、はい、はい、はい。はい。まあ、その、顧問っていうと、その、いわゆる手続きがメインの顧問、はい、はい、はい。まあ、すみません、ちょっとあまり伝わらないかもしれないんですけれども、はい、はい。はい、そっちの割合の方が多かったんですけれども、今年に入ってから、はい。今年に入る前か、はい、はい、割とですね、そういった、はい、経営の方の、相談もいただくようになりまして、おお、なるほど、はい、なるほど、はい、なので、まあ、どちらかというとその顧問という立場よりかは、はい、まあ経営コンサル的な立ち位置に、なることが徐々にですけれども、あ、はいはい、はい、増えてきております。あなんか今、いい具合に話がこう流れてきたので、あれなんですけども、はい、その行政書士さんにプラスして、その、まあ、財務コンサルというんですかね、その経営に対してのご支援とか、いった話がね、まさにこう今、ブームになってきたってことですね。そうですね、徐々に来てると思います。ああ、はい、じゃちょうどいいタイミングですね。そうですね、苦しんでる皆さんには申し訳ないんですけれども、うんうん、はい、うんうん。そうですね。ね、やっぱ大切くんにやっぱお金借りなきゃいけなかったりとかね。いうのもあるし、ね、はい、借りるための体力につけなきゃいけない。はい。そこはまさしくこう、我々が学んだ財務コンサルのエッセンスが、多分にこうインストールできる場面って、なんかありそうですね。そうですね。非常に役に立っております。はい、いい時期ね、あれ受けましたね。あ、そうですね。はい。私は特に、はい、それを痛感してます。そうですね。はい、まあ、よくね、危機管理の法則って、こう、ご師匠さんから言われるんですけど、はい、まさしくその体制作り、はい、倒産しない、まあ、出口戦略もいろいろある中で、はい、やっぱり会社を守っていかなきゃね、はい、ね、いけないっていう中で、そこで斉藤さんのエッセンスが、こういった運送業のお客さんにも、はい、まあ、もちろん運送業のお客様いらっしゃるとは思うんですけど、はい、このお得意分野のこう運送業の方々に対して、こう、強いアプローチがね、できるっていうところは、その運送専門行政組織さんにプラスして、経営までサポートできるっていう、なんと素晴らしい、はい、行政書士なんだろうっていうふうに、ちょっと感じちゃいました。ありがとうございます。はい。はい。まあね、もともとね、そういった財務の方もね、やってみたいという話もね、確かね、はい、まあ同期なんでね、よく話させてもらってるんですけど、いてはいるので、はい。はい。はい、その、やっぱ講座の中で出会ったきっかけって、やっぱあったんですか？そういった財務セミナーの講座に出会ったきっかけ。はい。はい。そうですね、いくつかあって、いくつか。はい。はい。なんでしょう、こう、自分のですね、はい、サービスの単価をこう上げたいな、ああ、なるほど。はい、なるほど、思っていて、はい。はい。なんかですね。はい。はい。うん、なんですけど、はい、まあ、何をすればいいのかな、っていう、うん、まあ、はい、何をしていいのかよくわからなかったというところと、ああ、なるほど、はい。はい。だけれども、はい、運送業のお客様の場合、はいはい、はい、年に1回報告書を出さなくちゃいけなくて、はいはいはい、はい、はい、その時に、まあ、決算書をですね、お預かりする機会がありますので、おお、なるほど、なるほど。そこでなんかできないかな、はあ、
っていうのは、まあ、前から思っていまして、そこで何かその財務コンサル的なことができたらいいかなと思い始めていたときに、今回の講座、塾を、知って、まあ、こうに至ったっていう流れですね。ああ、じゃあ本当にいいタイミングでその講座もありつつ、その決算書ももらえるから、何かこう、付加価値が。プラスしてできるものがないかと、はい、いうところから、学ばれたっていう、そうですね、はい、形ですね。はい、おっしゃっております。ああ、なるほど。まあ、斉藤さんとの、ね、思い出はそうね、その講座のブレイクアウト、まあ、ずっとズームなんですけど、そう、ブレイクアウトでこう一緒になってね、話すこともありますし、確か一回なんかリアルでね、懇親会があってね。大フィーバーしたね。はい、ちょうど私もね、その斉藤さんの横にいて、でもしてあの斉藤さんと同じような体格の、ちょっとこわもてのお兄ちゃんが、別にギャグじゃなんでもないですよ。顔が濃いだけで、全然すごい気の優しい方なんですけど、ただ力がとんでもない方ですけど、なことね。だから本当、ね、もう皆さんでこう、なんか体育祭、大会みたいなね、こう、をね、なんか、まあ、これじゃ言うとあれに、ね、なるんであれですけど、まあすごくね、やっぱりこう、ズームで話してたからこそ、リアルな時のこうね、はい。うん。そうですね。はい。皆さん同じこう、財務コンサルとか、社外支部とかを目指す仲間。はい、だから、やっぱりこう、目的が一つで、ね、集まってね、みんなでワイワイね、海外こう、楽しく会話させていただいたっていうのは懐かしい思いですね。はい、楽しかったです。はい。ねえ。はい。はい。ね、で、ね、同期の方ともね、こう、この前ね、こう、懇親会もね、会えたりとかして、結構ね、こう結びつきがね、やっぱり、うん。受講は確か3回、4回だったとは思うんですけど。はい。なんかこう、ずっとつながるようなね。そういった不思議な回ですよね。ああ、確かにそうですね。はい。今思うと。はい、そうですね。はい。まあ、私、いろんな機能の方が出てきて、そういった方の交流も、まあ、出てくる反面、やっぱり、まあ、同じこう、受講してた、まあ、いわゆる、まあ、かっこいいば同期。同学年。はい。はい、まあ、年齢全然バラバラですけど、まあ、そこはもう、皆さん、こう、上下隔てなく、もう、さん付けでね。うん。うん、呼び合う、こう、関係で、なんか困ったらそこに言えば、なんか誰か手を差し伸べてくれるってね。いいね。そうですね。はい。うん、期間でしたね、本当。はい、あ。はい、あはあ。はい。まあ、それとね、こう、運送のね、こう、タイミングがもろにかぶったっていう。はい、そうです。はい、あ。はい。確かそうですね。決算書もらえるって一番大きいですよね。そうですね。しかも、こう、何の、なんていうんですか、はい、多分、はい、うん。こう職業がこうすんなり渡してくれるというか。ああ、そうですよね。はい。うん、なかなかね、最初、初めましての人にこう決算書を見せるって、なかなかないとは思うんですけれども。確かに確かに確かに。はい。まあ、それ出さないと罰則があるわけですよね。あ、当然。まあ、はい、特段、その罰則という罰則はないんですけれども。あ、そうですね。はい。ただその、監査の時に、出してないと。なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。というところで、はい。やられちゃうんですね、ちょっとね。そうです。チクチクリ。はい、ああ、はい。確かにそうですね。行政書士さんのお仕事って、そういった届け系で、数字系の仕事も結構多分に建設だったりとかね。はいはいはい。ありますしね。ね、あれも年に1回、ね、はい、出したりとか。そうですね。まあ、年に1回ね、大更新があったりとかね。はい、うん。はい、あ。常にこう決算書は何かしらの形で、こう、来るスキームがあるというのは、やっぱり大きいですし、はい、そこに着眼されたっていう視点って、ああ、さすがだなってこう。はいね、ありがとうございます。思いますね。はい、ありがとうございます。はい。はい。確かに、確かに。まあ、そういったね、斉藤さんでね、やってらっしゃいますけど、まあ、運送もね、中心にある中で、今、割合としてはどれぐらいだったりするんですか、その運送の、まあ、行政書士さんの仕事と、デザインコンサルの仕事の割合っていうのは、今、大体どれぐらいの割合になってらっしゃるんですか。あ、うん、ですね、うん、もう割合で言うと、うんうんうん、まあ、まだ全然もう本当に9対1とか、そのぐらいの。あ、なるほど、なるほど。はい。なるほど。はい、1がじゃあそういった財務の、まあ、コンサルというか。そうですね、はい。ああ、じゃあそこをどんどんと増やしていくっていう形ですね。はい、市も、はい、力を入れていきたいと思ってます。はい。はい、それって例えば、まあ、さっき栃木ね、拠点があられておっしゃいましたけど、極力こうね、ラジオ流れて沖縄のクライアントでもできちゃったりするものが届けっていうかね、こう計算書を入手して、市を提出する。今、電子申請とかできるから、できちゃう感じですかね。あ、そうですね。ご依頼いただけるのであれば、はい、対応は可能です。ああ、なるほど、なるほど。はい。はい、あ。もしね、今聞かれている方で、ちょっとサーフィンが好きな方、いらっしゃれば、地域ね、まあ、そういったところが仲になるのとても大事だとね、思いますんで。はい、そうですね。はい。
だからね、このね、ラジオ番組の過去ね、ある方が、仕事が突然来たっていう話を、ね、聞きまして。すごいです。いやー、びっくりしましたね。はい。まあ確かにこう、まあ皆さんはこうね、ティーアップする目的でやってはいるものの、いや本当に来たとなると、これやっぱり本気になってやっぱり始まってますし、まあ皆さんやっぱりいいところね、人柄とかね、で、中で、あ、こんな、ちょっと面白そうな方がやるんだったら、ちょっとやっぱり仕事楽しくやった方がいいじゃないですか。はい、はい、そうですね、はい。はい。で、今ね、こういったズームね、どこでもね、つながったりとかできるので、うん、で、たまにあったらまたね、その人の個性が、あ、こんな方なんだなっていうのは、まあさっきの懇親会なんですけど、やっぱり違いますよね、こう、リアルで ね、 そうですね、はい、また関係が深まって、はい、はい、そんなね、はい、面白い場面もね、あったりとか。ああ、なるほど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 。じゃあ結構そういった、じゃあ、その、何ですか、反応角度っていうんですかね。その、もうなんか、もう自動的に来る仕組みができてらっしゃるんですか？いや、あ、そうですね。行政書士の方は、まあ、ある程度、はい、まあ、集客に関しては、ああ、なるほど、まあ、仕組み化というほど大したものではないんですけれども、はい、ある程度は、できておりますので、ああ、そうなんですね。はい。はい。なので今後はですね、まあ、行政書士もそうなんですけれども、もっともっとですね、まあ、コンサルタントというか、そっちの仕事も、増やしていきたいなと思ってますので、ああ、そうなんですね。はい。なるほど、なるほど。そっちも、注力しながら進めていきたいと思ってます。なんか、あれですか、ホームページとか確か掲げてらっしゃったかななんて思っはてい。るんですけど、はい。そういう、まあ、ネットも使いながら。そうですね、はい。はい。じはい。ゃあ、まあ、場合によってはこう、仲のいい方にちょっと紹介いただいたりとか。そうですね。はい。なので、もう、コンサルに関しては、もう、特にその運送業というふうにはこだわらずに、あ、なるほど、なるほど。なるはほど。い。そこをやっていきたいなと、ああ、なはい。るほど。思ってます。じゃあ、たまたま決算書を入手できるのが、まあ、運送業だはい、けであっはい。あ、そて、うです。はい。まあ、他の、例えば、まあ、建設もあったりとか、まあ、そういった決算書とかはなかなか増える場面もない。ね、じゃあ、変な言い方ですけど、まあ、他の業種の方々で、まあ、経営にお困りの方、まあ、お金、資金に困っている方であれば、もう、誰しもが対象になるっていう感じですよね。あ、そうですね。で、まあ、特にまあ、決算書を預かる、預からないもあまりこう気にせずに、まあ、一度お話を聞かさせていただいて、まあ、私にこう手伝うことができるようであれば、お手伝いしていきたいというふうに思ってます。はい。もう、ね、今聞かれてる方は、もう、全然、行政書士さんっていう肩書きはありますけども、もう、経営の、こう、相談、悩みの相手として、一度ね、斉藤さんに、お問い合わせいただいても、これね、YouTube でね、流しますんで、はい。斉藤さんの、確かホームページありますよね。それをちょっとリンクで貼らさせていただきますんあ、ありで、がとうございます。はい。はい、お問い合わせ先をね、後日見てもらえたら、なんて思ったりします。はい、すごくね、もうこの画面上でもすごく凛々しい方ですし、実物はもっと、はハンサムですので、普通この前なんか、チラッと見たんですけど、着物着て懇親会参加されましたね。あれかっこよかったですね。じゃあチラッと見たんですけど、い。そうで画す。像はい。を。はい。おお、あれはあえて狙ったんですか？あ、そうですね。場所がですね、銀座だったので、おお、これはちょっと和服で出撃しようと。おお、みんな振り向いたんじゃないですか？おお、誰だ、芸能人かとかね。まあ、ちょっと狙いました。ああ、さすが。あ、それ大事ですよね。はい。あとまあ、和服の方が楽だっていう時もね、あったりしますもんね。夏とあ、かね。そうですね。はい。はい。そうですよね。はい。最初、そう。私その懇親会参加できなかったんですけど、そう。だから写真が送られてきて、あ、斉藤さん和服だーって思って。あ、でもまたいい笑顔でな、いつものこの斉藤さんの、この 見てて、いいなと思いながら、ありがとうございすいまません、す。別件でちょっと行かなきゃいけなかったんで、ちょっと今回はあれでしたけど、はい。じゃあ、またね、もし別の機会の時に、ぜひ、和服がぜひ、いけるような季節になれば、ぜひぜひまた、ぜひよろしくお願いしもう斉藤さんイコールっていう、こうね、そういったイメージが、こう、皆さんも多分、つくんじゃないかなと。ご趣味あくまでサーフィンですかね。なんで、和服も着ますけど、またこのね、サーフィンやるときの、またスーツ姿ですかね。あれは結構ね、やっぱりこう、素晴らしい感じも多分、ね。はい、あ。そういうのます。で、
はい。私もちょっとね、体はね、ちょっと旅行が出ちゃってるから、ちょっと絞らなきゃいけないんで、斎藤さんになって、なんとか、そのアセサラフィアって死んじゃうんで、ちょっとあれですけど、できる手前ぐらいまでは頑張りたいなと。またいろいろと、体の件もまたちょっと、ご支援いただければと思います。はい。そんなところで、実はですね、もう、かれこれ、あっという間に、終了が近づいていきまして、早いんですよ、これは。皆さんおっしゃるんですよ。はい。なので、ちょっとね、最後に、パシッと、こう、はい、斎藤さん、締めてもらいたいなと思うんですけども、なんかね、今後の決意とかね、まあ、ちょっと、時々ね、語っていただいている場面あったと思うんですけど、ちょっとね、最後っていう意味ではないんですけど、ちょっと、パシッと一言、これだけは言いたいってもらえれば、ぜひともおっしゃっていただきたいなと思いますけど、よろしいですか？あ、はい、わかりました。ありがとうございます。はい。はい。まあ、決意というほど、まあ、大したことではないんですけれども、まあ、先ほどもちらっとお話しさせていただいた通り、はい。まず、その、運送業の、行政書士として、はい、はい。これは、まあ、継続していくとして、はい、はい。もう一つですね、コンサル担当、コンサルティングということを、はい。積極的に展開していきたいと思ってます。はい、何ができるというわけではありませんが、皆さんのお話を聞いて、僕が解決できそうなことであれば、どんどんお手伝いはしていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。お問い合わせこの辺に出てますので、ラジオの方はその YouTube で見てもらえればと思いますので、ぜひともね、栃木の斎藤さん、業種女子の斎藤さんで検索すると出てきますので、ありがとうございます。お問い合わせいただければと思います。はい。今日はすいません。お越しいただきましてありがとうございました。とんでもございません。ありがとうございます。じゃあ、この辺で番組は終わらせていただきます。斎藤先生、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、すいません。失礼します。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい